叶えてくれると思います。また元気でね、今年1年、楽しい生活を送っていきましょう。上野公園内の清水観音堂。京都の清水寺尾も下尾堂で浮世絵。歌川広重の月の松が有名です。現在の松と比較してみてください。 弁天堂。忍ばずの池に上野の土を運んで島を築き弁財天が祀られました。 また本堂には左官職人が漆喰をこね、碁手一本で描き出し鳳凰や上り竜や下り竜を描いた飲み細工が目につきます。五重塔跡、高田露伴の小説「五重塔」で有名になった五重塔は、残念ながら昭和32年に放火されました。かろうじて焼け残った木材で、 天王寺の毘沙門堂が建築されました。夕焼け段だ々んだん柳中銀座商店街を見下ろす。坂道の階段でこの階段から眺める。夕日が素晴らしく、この階段から記念撮影をしました。 寺、福門前に赤い紙を貼られた仁王像は身代わりに用で自分の幹部と同じところに赤紙を貼ると治るとされご利益があったらわらじを奉納する習わしでした。